はい、ユダムカワズ原田です。今回ご紹介するのはこちら、ケータハムの7270になります。で、我々は、ユダムカワズはロータス、モーガン、ケータハム、イギリスのこの3メーカーのディーラーとして、営業してるんですけど、その中でケータハムに関しては東京、埼玉ともディーラー、2店舗でディーラーとしてなっております。で、その中でも一番ケータハムの中では人気がある270を弊社の試乗車を使ってご紹介しようと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまず270とはっていうような、ご案内をしようと思います。まずですね、ケータハムのモデル編成としましては、現行この、本日の時点では、1.6 リッターの270、2リッター NA の480、2リッタースーパーチャージャーの 620R という3モデルになります。で、その中でも一番ベーシックな 1.6 リッターのモデルになるんですが、ライトウェイトスポーツの世界というのは、まあ、パワーがあるからすごいとか、まあ、そういうのではなく、やっぱりどれで一番楽しめるかっていうようなモデルを選んでいただければいいと思うので、私の中では270っていうのはこうベストなバランスが光るモデルだなと思います。で、さっきもちょっと言ったんですが、基本的には、シャシーなどは他のモデルと一緒です。で、エンジンが 1.6 リッター、これはフォードのシグマエンジンですね。これは他のモーガンとか他のモデルにもよく使われている 1.6 リッターのエンジンです。で、ミッションが5速ミッションで、マツダの5速ミッションが採用されています。で、あとはまあ本当に、通常のセブンと変わらないんですが、いろいろとこうオプションをつけていったり色を塗ったりっていうことで、好みの仕様に、作ることができます。それではスペックをご紹介します。まず馬力ですね、135馬力で、トルクが165ニュートンメーターで、車重が540キロというような、スペックになっています。で、名前の由来270-270、その呼び名の由来というのが、車重が、500キロとして、まあ、それを1トン換算にした場合の馬力なので、500キロとした場合に135馬力なので、1トンにすると270馬力ですよ。で、270馬力は270というような名前になっていて、480も620も、それに当てはまる、大体ですけど大体当てはまるような内容になっています。なので、あんまりライトウェイトスポーツで馬力を気にする方も少ないんですけど、まあ、大体何馬力かなっていったら大体半分にしてもらうっていうのが、いいかと思います。で、今のエンジンは、シグマ、これがシグマエンジンなんですけど、まず特筆すべき点っていうのは、まあ、非常に軽いエンジンなので、まあ、セブンには向いてるますかね。エンジン重量がすごく軽いので、まあ、かなりケータハムの場合はエンジンは前目に乗ってはいるんですけど、それでもまあ軽いので、他の2リッターのモデルに比べても270はすごく、ハンドリングがいいように私は感じます。で、今はまあ大体右排気ですね、右排気になっています。あとこうケータハム、270だけではなくてケータハムを選ぶ際に、収納スペースはどうなのなんてよく言われるんですけど、収納は、まあ、一番後ろ側がトランクルームになっています。で、今ドアとホロを入れた状態で、ケータハムの一般的なスタイルのオープンで走る時なんていうのは、まあ、ほぼほぼこれが両方とも中に入るので、これこういう状態なので、まあ、ボストンバッグ1個2個とかそのぐらいの容量はありますかね。で、まあ、ドアをつけてもらったりとか、フォローをつけてもらえば、ここの中の容量はどんどん増えていくので、まあ、大きいカバンなんかも入ります。あと、まあ、便利なアイテムがいっぱい、もうケータハムの場合は用意されてまして、フォローを丸めて、ここのロールバーの間に、こう入れるですね。
フードバッグがあったりですね、リアキャリアをタイヤをつけるリアキャリアをオプションでつけることもできるんですけど、それなんか選ぶとあのレザーのバッグ、トラさんのバッグみたいな、ちょっと古いかな、トラさんのバッグみたいなのを、積んで、それを、そこにこう着替えとかいろいろ持って旅するなんていう方もいらっしゃいます。結構オーナーさんは好みのカバンを選ぶのも楽しみの一つにしてますよね。はい、まあ、アルミのケースなんかをつける方もいらっしゃるんですけど、まあ、ここ傷つけてしまいやすいので、ちょっと一工夫が必要だと思います。まあ、そういうのはこう問い合わせていただければ、こういうのがいいですよとか、このぐらいの幅の方が使えますよなんてのはご案内できるかと思います。室内の方ですね、まあ、メーターの配列なんかはオーソドックスな、スタイルですね。スピードメーター、タコメーターが目の前にあって、ヒューエルとか油圧っていうのが、こちらに並んでいると。で、シートに関しても、オーソドックスな、シートです。まあ、通常ファブリックですけど、まあ、ちょっとオプションつけるところレーダーになります。で、ミッションですね、ミッションは今は5速ミッションのみの取り扱いになっています。このミッションは、マツダの、ミッションになるんですが、今までこの前まではフォードのタイプ9っていう、まあ、昔からあの英国車にはよく使われていた、70年代ぐらいからあるのかな、ミッションだったんですが、それと比べるともちろん技術が進んでいるので、ものすごくギアの入りの一個一個もコクコクと気持ちよく決まりますし、仕様がですね、もともとフォードのは乗用車用に作られた5速ミッションに対して、こちらはまあ、ロードスターだったりこうスポーティーな車に積むようにレシオが考えられているので、すごくミッション操作の扱いが楽しいミッションになっています。これはもうこれ試乗車なので、ご来店いただければ本当は実際に乗ってもらって確かめることができたりしますが、ミッションが新しくなっているのはすごくこれは良くなっていると思います。で、昔は6速ミッションが 1600cc のモデルでも選べたんですが、今のエンジンは、比較的低速の、なんですかね、トルクバンドがワイドになっているので、ケータハムの6速ミッションというのはものすごくクロスミッションだったので、当時昔あった R500 とかこういう上でこうかなりエンジンが元気になるピーキーなエンジンであれば、そこだけをキープしてっていうようなもので有効的ではあったんですけど、まあ、スタンダードなモデルだったりこうトルクがあるモデルに関してはそこまでクロスレシオですと、まあ、逆にロスが大きいですね。運転のギアの回数が多くなるので、その分ロスが多くなってしまうので、この5速ミッションっていうのは今の中では私はベストマッチかなと思います。はい、あと、コックピットというか運転席に座っていました。私身長が166センチぐらい、なので、まあ、小柄な私が乗るとこんな感じですね。で、背の大きい方なんかですと、椅子の座面を下げるロワードフロアっていうオプションも用意されています。185センチぐらいの人がにからおすすめですかね。あとはスポーツ走行するときにはロールバーの頂点から結ぶ前の、まあ、クラッシュしたとゴロンとこうロールオーバーしてこけてしまうようなことがあったときに頭のクリアンスを確保できるので、安全面も上がるっていうメリットもそのロワードフロアっていうのはあります。まあ、ちょっと床擦っちゃったりしやすかったりもするんですけど、使い方に応じて選んでもらえればいいかなと。あとは乗ったスタイルですかね。よく初めてセブン乗る方ってハンドルをこう調整して直立不動になってやるんですけど、そうするとですね、さっき言った頭の上に上がってしまいますし、こうフロントウィンドウから私の身長でも結構目線が高い位置になってしまうので、セブンって乗り慣れてくるとですね、ちょっとリラックススタイルでお尻を落として、ちょいとワンノッチぐらい下げてお尻をこう落とし込んで、シートがちょうどですね、お尻が引っかかるようなデザインになってますので、まあこういう感じにして運転してもらうと目線もちょうどよく調整できて運転もしやすくなります。
で、まあ、ウインカーが、まあ、これ最初もやはり皆さん驚くんですけど、まあ、昔ながらのこういうスイッチですね、トグルスイッチってんですかね。で、まあ、こうハンドルも小さいので慣れてくるともうこう右に行きたい左に行きたいと。これ自動では戻らないんですよね。戻らないんですよね。バイクみたいですね。はい、今はバイクも自動だもんね。バイクも自動ですか。なのでただこれをこう若彼氏原田青年をこうパチンパチンってやる姿を見てかっこいいなと思ったもんですね。まあこういう、はい、この辺の操作も全部手元にあるのでとてもしやすいです。でどっちかというとこっちはあんまり普段使わないでしょ、急な作業で急なあれではいらないでしょっていうようなスイッチがまとめられています。まあワイパーとかですね、こう走りに関係するものは比較的手の届く範囲にあります。なぜこう270が人気があるのかなっていうふうに考えますと、とてもこうバランスが取れてるモデルなのかなというふうに思います。馬力は先ほど言ったように135馬力で、正直ものすごく馬力があるってわけではないんですが、昔で言ったら 1700SS っていう、まあ、スポーツモデルよりも、まあ、インジェクションで馬力も安定して出てますので、実際用意ドンしたら速いとは思いますね。ただ、他の 7R500 とか今でいう480とかに比べればやっぱり馬力の数字で見たらすごく低いんですけど、踏み切れる楽しみっていうのはもうこれはライトウェイトスポーツならではの部分だと思います。まあ一般道を走っていても十分トルクフルで楽しめますし、ミニサーキットなんかを行ってもアクセルの踏んでる時間っていうのがすごく長いので、パワフルな車がすぐアクセルを戻さなきゃいけないような時とかでもこう何ですかね、踏み切れて楽しい。まあエリーゼもベーシックなモデルっていうのもすごくやっぱり人気があるのはそこだと思うんですけど、セブンにもそれが当てはまってスタンダードだからこそ楽しいっていう部分が受けてるんだと思います。まあ速いセブンが欲しいってなった場合はまた違うモデルをおすすめするのがいいとは思うんですけど、楽しいセブンが欲しいって言ったら私は間違いなく一番笑って運転できるのがこの270なのかなと思います。で、あとは面白いもんで、昔はセブンしかない、まあ、エリーゼなんかが登場する前はセブンしか、まあ、ライトウェイトスポーツといえばセブンだったんですけど、まあ、そういう時はエリーゼが出て、シリーズ2になってエアコンがついて、セブンの方がお楽しい車でエアコンついたらこれはいいなってこう乗り換えていただくっていうケースが非常に多かったんですが、ここ最近はエリーゼを乗ってた方がよりこう面白いモデル、よりこう運転を楽しめるモデルはないどれだろうっていうんで車選びをした時にセブン、この270を選んでいただくケースっていうのが非常に多いような気がします。あとは昔セブンに乗ってた方が当時はやっぱりキャブだったりするので、そこにちょっとこう疲れたりしてしまうなっていう方が今のはインジェクションでそんなにこう肩に力を入れて走るようなではなく気軽にも乗れるっていうので270を選んでいただくっていうケースがありますので、まあ本当に何か1台まずセブンってどれがいいのって言われたら私は間違いなくこの270を紹介するかなと思います。はい、今回は簡単ですけど270のまあ、ケータハムっていうものを含めた紹介をしました。まあ、前回20分ぐらいの動画になって、まあ、皆さんに長いまた長いって言われているので、短く、ご紹介しているので正直話足りない、もっともっと紹介すべきところがあるんですが、そこはですね電話で問い合わせていただいたりとかお店に来ていただければもっともっと詳しい話とコアな話をすることができます。なので、まあ、今回は本当に表面の部分だけ触れたようなご紹介なんですけど、少しでも、まあ、皆さんに、セブンというものが伝わればいいなと思って紹介させていただきました。で、次回はこの270は、実は270の中にも3モデルあって、その中にオプションが何十種という数のオプションが用意されています。で、実際車選びをしようかなって思うと大体
価格表を見て何のオプションが何だか分からずにつまずきます。なのでそこを簡単にまた紹介していければなと思いますので、ぜひ次回をお楽しみください。よろしくお願いします。